こんばんは、実はネクラです。今回はこちらミゼの光脱毛器を開封して実際に使用していきたいと思います。ということでまずは開封していきましょう。一番上に大切なお知らせが書かれている紙と取扱説明書が入っています。こちらが脱毛器本体ですね。フォトエス用アタッチメントです。こちらは脱毛するときではなくエステ的なモードをするときに使用するみたいです。フェイス用アタッチメントです。顔などの細かい部分用です。専用ゴーグルです。やばい、フィルムを剥がすと顔と部屋が映ってしまう。隠させていただきます。そしてこの下には電源アダプターと電源コードが入っていました。次に脱毛器本体とセットで販売されていた商品をご紹介します。一つ目が SSC エピフォトスキンケアプロローションです。こちらは脱毛する前に肌に吹きかけるものみたいです。二つ目が薬用スムーススキンコントロールミルクローションです。こちらは3つの香りから選べたのでホワイトジャスミンの香りを選んでみました。今他に使用しているローションがあるのでこちらはまだ開封せずに保管しておこうと思います。では次に脱毛の手順をご紹介させていただきます。先ほど開封した箱の外に入っていたこのガイドブックに詳しくやり方が載っていたのでこれを見ながらご紹介していきたいと思います。まずはじめに脱毛したい箇所をシェービングします。また顔に使用する場合はメイクも落としてください。今回私はこの指のここの部分ですね、指のこの部分をちょっとお試しでやっていきたいなと思うんですけど、シェービングは済ませてあります。次に必要に応じてアタッチメントを装着します。今回はこの狭い部分を脱毛しようと思っているのでこちらのフェイス用アタッチメントを装着していきます。狭い部分をする場合は体であってもこちらをつけるとやりやすいとのことです。またこの脱毛器ではフォトスキンケアモード、フォトエスモードっていうのも搭載されてるみたいで、そちらを行いたい場合はこのフォトエスっていうアタッチメントを装着するみたいです。当分私はこれを使用する予定はないので袋に入れて保管しておきます。脱毛が完全に終わって照射回数が残ってたらやろうかなって思ってます。装着完了。次にこちらの電源ボタンを長押しして電源をつけます。だいたい3秒ぐらい長押しすればつきます。これをつけると結構ブーンって音うるさいので説明聞きづらかったらすみません。ではつけます。はい、つきました。こちらの30万186回というのが残り回数です。最初は30万500回ぐらいの状態で届いたんですけど、先ほど足をちょっと練習でピピピピって当ててたのでだいぶ減っちゃいました。30万186回まで減っちゃいました。結構細かく当てたのでだいぶ回数減りました。次にこちらのモードを選びます。今回は体の脱毛をするのでこのボディのままで OK です。もし顔をやる場合はフェイスに変更すればいいです。先ほどお伝えしたフォトスキンモードにするときはこのフォトエスにすれば OK です。今回はこのボディを使用していきます。次に出力レベルを決めていきます。今回は3でやっていこうと思います。私は実はミゼにも通ってますし他のサロンでも何度か全身脱毛をしたことがあるので今回は3でやっていこうと思うんですけど、初めて脱毛する方はレベル1から始めていってください。実際私みたいに何度も脱毛している方は4とか5でもいいと思うんですけど、ちょっと買ったばっかりなのでとりあえず3でやっていこうと思います。次に脱毛したい箇所にローションを吹きかけます。本来はこちらの電源をつけた後にローションかけるんですけど、うるさいので一旦消します。ローションを吹きかけていきます。手のひらもやっちゃおうかな。ちょっと手全体にかけました。次にこちらのゴーグルを装着します。こちらのゴーグルびっくりするぐらい漏れません。しかも結構視界暗くなります。でもこれをつけないとやっぱ目が危ないのでね、これをつけて目をつぶって脱毛を行ってくださいとのことでした。装着します。ちょっと電源つけ直します。それでは実際に脱毛を行っていこうと思います。
こんな感じで縦でもいいですし、横に当ててもいいみたいです。今回は縦でやっていこうかな。こんな感じで、手の方が分かりやすいかな。ちょっと例えばなんですけど、こんな感じで垂直に当てなきゃいけないんですけど、垂直に当たるとこうやってランプが点灯して、このランプが点灯したら照射 OK だよってことです。例えばこうやって固がったりしてると、あら、ちょっと見てくださいね。ちょっとあんまりちゃんと当ててないと点滅しないんですけど、あ、今回は大丈夫ですね。ではやっていきます。眩しいのでご注意ください。いきます。はい、こんな感じです。縦にもやってみようかな。するかな。はい、指毛は終了しました。ちょっと一旦こちらを取りまして、次この手のひらをやっていこうと思います。ここから、ちょっとずつずらして当てていきます。はい、こんな感じで終わりました。アタッチメントを装着しなかったら、結構広めの照射口があるので、広い部分は何もアタッチメントつけない状態でやればいいそうです。ではちょっと一旦うるさいので電源を消します。以上で脱毛が終了しました。結構簡単ですよね。レベル3でも今回は全然熱くなかったです。でも私結構やっぱり何回も脱毛サロン行ってるので、慣れてるからあんまり熱く感じなかったのかもしれないです。本当にあんまり慣れてない子は熱って思うかもしれないです。やっぱ人によって痛さとか感じ方違うと思うので、ご自身に合った強さでやっていってください。だんだんレベルを上げていけばいいそうです。それで光を当て終わった後に、先ほどのローションをなじませまして、一応脱毛はこれで終わってもいいみたいなんですけど、私はもっと保湿したいので、こちらのミゼで購入した薬用スムーススキンコントロールミルクローションモイストプラスを塗っていきたいと思います。別に他のボディクリームでもいいと思うんですけど、ミゼの店員さんは脱毛前後の日はまずボディクリーム塗らないでくださいっていう案内があって、でもこちらのミゼで販売するミルクローションなら脱毛の邪魔をしないので塗ってもいいっておっしゃってました。ただ他のサロンでそんなこと言われたことないので、実際それが確実に絶対に正しいかどうかわからないんですけど、このミルクローションのトラスの香りが、トラスフルーツでしたっけの香りが好きなので、これよく買ってます。ちょっと終わりかけなので出が悪いです。で今回は手とかなのでなじませていきます。これの匂いめっちゃ好きなんですよ。モイストプラスの方はこの匂い、このシトラスフルーツの香りと無香料があります。使用頻度についてなんですけど、最初の2ヶ月は1週間に1から3回使用してもいいということです。中2日以上は開けないといけないみたいです。3ヶ月目以降は2から4週間に1回使用してくださいっていう風にガイドブックに書いてあります。モードに限らず1箇所に1日2回以上光を当てないようにしてくださいっていう風に注意書きしてあります。今日届いたばかりで、今日使ったばっかりなので全然効果はわからないんですけど、これから顔とか体の気になってる部分も継続的にやっていきたいなと思ってるので、またしばらく経ったら効果の方をお伝えする動画アップしたいなって考えてます。ちなみに私はミゼ含むいくつか脱毛サロンに行ったことがあって、全身脱毛は全部のサロンを合計すると多分20回近く行ってます。え、そんなに行ってるのって思う方もいると思うんですけど、私もともとめちゃくちゃ毛が濃くて、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、特に膝下とか結構濃い方で、少ない回数じゃなかなか減らなかったんですよね。今では逆にそういう毛が太くて濃いところの方がもうだいぶ薄くなって、逆に二の腕とか毛がもともと薄めだったところがまだ産毛が結構入るなっていう状態です。サロンの方も光が黒いものに反応するみたいで、産毛程度だとやっぱ毛根が薄いので光が当たりにくくて除去しにくいっていう風におっしゃってたので、こんだけ回数重ねても生えてくる箇所は生えてきます。でもやっぱ一番の悩みだった膝下はもうだいぶ綺麗になったので、そこはサロンに帰ってよかったなと思ってます。今回これを買った理由なんですけど、さっき言ったように未だに生えてくる部分が結構あるんですよ。二の腕とかお腹とかももともと膝下ほど濃くなかったので、
未だにやっぱ産毛みたいなのが生えてきて、よく見ないとわからないかもしれないんですけど、自分的にすっごい気になるっていうのあるじゃないですか。そういう薄い部分の毛を除去したいなと思って、今回自宅用の脱毛器を買うことを決意しました。そんなに安い買い物じゃないので、ちょっとしばらく買うか迷ったんですけど、またどん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 全身脱毛の回数を重ねていくのもなとも思ったし、部分脱毛のコースとかもあるんですけど、実際何回通わなきゃいけないか全然わからないじゃないですか。これ以上脱毛に無尽蔵にお金をかけるのはなと思って、これを買えば30万回照射できるということで、もう結構しばらく使えるので、サロンに通うのもめんどくさくなってきたし、これでしばらく頑張っていこうかなと思ってこれを買いました。あと決め手となったのが、4月30日までミュゼショッピングでミュゼが出している商品のポイントバックキャンペーンがあったんですよ。この光脱毛の機械とこちらの2つがセットで税込み7万ちょっとくらいだったんですけど、7万は支払わなきゃいけないんですけど、7万円ポイントが戻ってくるというキャンペーンだったんですよ。ってことはめっちゃお得じゃないと思って、でもやっぱ7万払うの高いなと思って結構悩んだんですけど、もうこれ以上サロンに行くのもなと思って今回決意しました。あとおまけでこちらのデリケートボディウォッシュっていうのがついてきました。これはデリケートゾーン用のボディウォッシュみたいです。ミュゼショッピングでは私が見ていた期間は日替わりでいろんな商品おまけとしてついてるみたいで、たまたま私が頼んだ日はデリケート用ボディウォッシュでした。はい、こんな感じで今回の動画を終わらせていただこうと思います。また今後の経過動画も出したいので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。ポイントも全部返ってくるし、おまけもついてきたし、ですごい大満足なんですけど、一つ愚痴らせてもらっていいですか。私が注文したのは4月21日なんですけど、それも締め切りの4月30までは結構ギリギリじゃないですか。で、早く頼まないとなくなっちゃうかなと不安になって4月21日に頼んだんですけど、その後数日に1回ぐらいミュゼショッピング見てたんですよ。早く発送されないかなみたいな。遅かったら3、4週間後に発送って書いてあったんですけど、楽しみだったので、今自粛期間中ですし早くやりたいなと思って2、3日に1回チェックしてたんですけど、で27日だったかなにチェックしたんですよ、もう一回。そしたら27から29までだったかなに、この光脱毛器ポイントバックキャンペーンに加えて2万円のチケットがついてくるというキャンペーンやってたんですよ。それすごくないですか。7万円は払うけど7万円ポイント返ってきて、さらに2万円分のチケット来るってことは9万円分お買い物できるってことじゃないですか。くっそー、羨ましいと思いました。ただキャンセルとかできないので、もう私は頼んじゃったのでどうしようもなかったんですけど、通販って難しいってやっぱり思いました。通販ってタイミング大事ですよね。いやー、まあ27年頼めばよかったなってめちゃくちゃ思いました。ただ早く使いたいし、届くの3、4週間後になるかもみたいなこと書いてあったので、できるだけ早く頼まなきゃと思って頼んだんですけど、そこだけが悔しいところです。まあ結局思ったより早く届きましたし、今日こうやってご紹介できて嬉しいんですけど、ちょっと愚痴らせていただきました。すいません。